な。H だったのもしかしてここ、 H だったのもしかしてここ、 H だったのもしかしてここ、 You're hot like the old K-POP yeah。 H だったのもしかしてここ、 YouTube。 はい、どうもボスです。皆さん、前回の動画ご覧いただけましたか？前回の動画は、うちにあったあの GX71 がね、お買い上げいただきまして、で、岐阜のお客さんだったんで、岐阜県まで納車しに行くっていう動画なんですけども、まあ、動画内にもね、ちょっと説明はあるんですけど、当日と言いますか、前日と言いますか、雪降ってまして、で、東京都内がね、結構雪積もってたんですよ。で、まあ、その中ね、岐阜県は天気いいっていうんで、強行突破で車持ってたんですけど、あとね、納車の時もね、ちょっとまあ、普段もうちょっとね、ちゃんと説明するんですけど、今回ゆいちゃんがね、ザザザとの車の説明とかしてるんで、ぜひご覧いただければと思います。で、今回の動画は、岐阜県にあります、クワートさんにね、遊び貸していただきまして、まあ、お店紹介ですね。まあ、なんか、今回はちょっと前半でね、トークがメインなんですけど、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。チェックイットアウト。いや、納車も終わったしさ、せっかく岐阜来たから、美味しいご飯食べたいじゃん。そうだね。だからさ、ちょっと美味しいご飯屋さん見つけたからさ、寄り道しようよ。美味しいご飯屋さんじゃねえけど、まだご飯食べてないじゃん。そう、知ってそうな人を見つけたから、ちょっと寄っていこうよ。ちょっと行ってみよう。そう、ちょっと勝手に行こう。うん、なんか仕事してますね。え？なんか仕事してますよ。え？どれ？なんか仕事してるっぽいね。うん、か鏡映すわ。なんか。なんか仕事してる人。どうぞ。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。あ、サバちゃん。お疲れ様です。ご飯食べ。サバちゃんご飯食べ行こう。飯？飯行こう。飯ですか？飯。うなぎが有名らしいから。岐阜って。そう、せっかく岐阜来たから。美味しいご飯屋さん行きたいなと思って、なんか車屋さん見つけたから。あ、サコちゃんのご飯食べる旅。ご飯ツアー。ご飯ツアーよ。ご飯ツアーですか。まあまあちょうどいいっすね。ちょうどね、お昼食べてないからまだ。まだ食ってないです。サコちゃんおすすめのご飯を食べに来た。うまかったですね。ごちそうさまでした。いえ、とんでもございません。ごちそうさまでした。最近それ好きだね。なんか編集でさ、シロちゃんにこう飛ばしてもらいたいやつ。そうごちそうさまでしたってやつ。奥裏からそうそうどこから声だけパンって飛んでくる。編集頼り。そう、素晴らしい。シロちゃん頼りで、多分パンって飛んでくるのを使ってほしくて言うみたいな、はい、なるほど。サコちゃんおすすめのご飯を食べに来た。頼むよ、シロちゃん。頼むよ。もうこれごめん、これも喋れるね。ってことでね、はい、やってまいりました。そうですね、岐阜県。はい、やってまいりました。はい、初ですよ。岐阜が初かどうかは知らないけど、うん、ここに来るのは初ですよ。まあそうですね、まあ、そうですね。そう、クワトさんに来るのは初めて。やっと来てもらって、行くね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 、行くね詐欺がね、やっとようやくやってまいりました。やっと、いやよかった。はい、やっとやってまいりました。ね、うなぎも食えたし、ね、そう、私ご飯も食べれたし、はい、満足だね。だって今回これあれですもんね、うなぎを食べに行こうツアー。え、そうです。で、そう、はい、クワートさんを紹介しようとかじゃなくて、はい、うなぎを食べに行こう。だからクワートに来たけど、うん、カット割りは全部ひつまぶし。あ、じゃあひつまぶしの工程が動いてこのトークがバックグラウンドみたいな。あ、なるほど、なるほど。そう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 、そういう感じだ。ちょっとネギ入れて、ちょっとネギとわさびで、わさびでツーってしちゃってるとか。まあひつまぶしの動画何も撮ってねえけど、まずクワートさんは何屋さんなのかちょっと。あ、そうですね、クワートさんは何屋さんなの。クワートさんはうなぎ屋さんの上にある車屋さんですね。儲かってもんね。儲かってますよ。ええ、儲かってるかどうかは、なんともあれですけど、はい、まあでも、まあ、主としては、アメ車メインで、アメ車メインで、頑張らせやられている車屋さん。
アメ車は何系のアメ車が？アメ車、正直もうオールジャンルが多いんですけど、うんうん、まあうちの場合だと、まあお客さんの層もあって、やっぱフルサイズが多いですね、うんうん、あまあでもね、止まってる車も結構ジャンル幅広くね。そうでも、ね、古い車もあれば、新しい車もあって、そうですね、もちろんね、マッスルもあれば、ね、大きいバン系もあるし、ドライダーもあるしね、うんうん、でも中にはやっぱ、あの普通のお客さんで、うん、本当ミライースとか、うん、なんで本当、一気に納車とかあったのは、ミライース4台と営業車みたいな、バネット5台納車みたいな、同時みたいな、うちもたまにあるやつだね、なんか急に軽バンあるね、オーダーうちだって一番売れてる車も軽バンだもん、軽バンでも軽バンカスタムしてもかっこいいっすよね、まあ、確かに、いるよね、うちね、1台いるね、うん、まあ、あれバンじゃないけど、バンだもんね、エブリーでね、うん、まあ、なんでアメ車屋さんなんですけど、うん、まあ、カスタム屋さんであったりトータルコーディネーターとしてね、そうですね、アメ車に困ったらとりあえずだからクワットさんに電話してもらって、そうです、ね、すいませんっつって直してって言ってもらえればきっと直してくれると思うんですよね。うちの強みじゃないですけど、うん、記載車とかをフローダーで後ろ作ってもらって、はいはい、デューリーでも7メーターあっても詰めるようになってるんですよ、すごい、行けるし、うん、っていうのがあって、やっぱ保険屋さんとか断られるじゃないですか。確かに確かに。試車といく車だったり、大きい車だったりとか、そこまでアフターフォローができるっていうのが、まあ、強みかなとか、うんうん。確かに確かに。はい、でなんかあれらしいですよ。あのクワートさんもちょっと最近 YouTube を始めようとしてるらしいんですよ。そうなんかさっきね、はい、ちょっとどうしようかななんて思って。そうですね。100万人を目指して。はい、でも一応チャンネルはあれでしょ。そうです。一応チャンネルは作ってる。チャンネル自体は作られてる。はい、でね、あの詳細はね、だから概要欄見てもらえればね。そうですね。まあうちのチャンネルから一応リンクに、はい。でもリンク飛んだとってチャンネルできてるだけで見る動画がなんでちょっと頑張ってよろしくお願いします。あ、そうそう、なんかね、一応ね1本目を早々に仕上げてもらって、はい、若き社長がジムに行ってる動画、そうですね、体幹鍛えとるずっとこうなってる背中だけとか車全然関係ないし YouTube 東海地方でそれだからアメ車乗りたいなとかさ、そうだね、アメ車乗ってますとかね、うん、今困った人とか車いじりたいなとかいう人はね、うん、ぜひぜひね、ぜひ、そうですね、まあ通りにもね面してるから、もしかしたら ね車屋さんを多分見たことがある方、建物もでかいしね、いると思うんで、事務所の中も事務所とかなんだ、客室とかのかおしゃれですね、ね、応接間とかいうのかな、おしゃれですね、だからね、これでちょっと入りにくかった人も入ってこれるかもしれないですね、はい、そうそうそう、犬いるしね、あ、そう、そう、犬めちゃくちゃ可愛いんで、ワンちゃん遊びたいのよ、ゆいは、もう、鎖国くんじゃないんで、ワンちゃんと遊びたいのよ、失礼だな、いや、でも、めちゃめちゃ可愛い、いや、めっちゃ可愛いよ、めちゃくちゃ可愛い、ね、上にちょっとね、外から見るまでだから、犬と戯れよ、そう、ワンちゃんと戯れ、数字稼ぐために犬と戯れそうだよ、ね、まあまあこういった感じなんで、皆さんぜひいらしてください、はい、待ってます YouTube LR っていうんだって、ワンちゃん右左から左へ受け流す、もう一回歌って熱唱して、いつもちょっとごめん曲が出てこない、熱唱して曲が出てこない、タラタタタラタみたいな、あ、そんな感じでしたね、あ、右から左へ受け流すみたいなやつだっけ、わかんない、全部使いますわかんないワンちゃんおむつ変えるって言ってた、おむつじゃん、多分なんか、わかんない、何かおむつを変えるって言ってた、で今ちょっと準備中です、デビュー準備中です、は何撮ってるかわかんない、カメラの動きを楽しんでたけど、マイクがガサガサ入ってるガサガサしないでもろってマジで来た来た、かわいい、めっちゃかわいい、やっほー、 LR 来た、どっちが L でどっちが R、 こっちが L で、うん、こっちが、あ、逆に持っとけばよかったしかもマロマユめっちゃかわいいこれに興味あるからね、大体な、うん、これで釣るワンちゃんモフモフで釣れる、モフモフがかわいい、そう、 L が、うん、このこっちがシバチだよね、シバと、そうだよね、豆シバとチワワ、これシバ特有じゃん、この感じ、かわいい、でこっちがただのチワワ、ただのチワワただのチワワ
チバチなの、あなた珍しいね。抱こしますか。抱こしたい。はい。いやー、かわいい。話します。はい。この抱っこの仕方でよかったか。実は抱っこしとると寝るっす、うん、寝ちゃうんだ。へえ。なんかこうやってよしよしやっとると、うん、まま合わせて寝るっす。めっちゃかわいいじゃん。合ってるっちゃ合ってるけど合ってないっちゃ合ってる。うん、問題かと。こうでもうちの実家のポメはこういった感じで寝に入るんで。小型犬の犬は小脇に抱えなきゃいけない、うん、小脇に抱えなきゃいけない。小脇に抱えなきゃいけない。そういった決まりがある。そう、小脇に抱えなきゃいけないんだって。そうそう。ああ、なるほどなるほど。そうそう、それ正解。これ正解。ほら、かわいい。ほら、めっちゃかわいい。全然、あれね、吠えないね。超いい子じゃん。うん、ね、一匹ともいい子。やめてだって。やめろ。かわいそう。ボスはね、ボスはね、犬好きなんだけどね、絶対鼻に指入れようとしてくるんだよ。最低でしょ。痛いな。急所だから。犬の急所だから。じゃあこの人、新生児にも犬にも同じことする。鼻に指入れようとする。鼻すぐ。うしゅ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 う。やめろってなって。やめろって言って言った方がいいよ。ちょうどいいじゃん。怖い。何2人とも。なんでイベント連れてこない。イベント連れてきたいですけどね。うん、イベント行ったらね、人気者だよ。客引きになるね。